皆さんこんにちは。私の研究室はどんな感じで聞かれていることがあるんですけれども、なかなか大学で会えることは難しいとか、またオンライン授業で忙しいとか、私もなんか毎日来ないんですよね。大学のルールとしてはできるだけ家で仕事してほしいですから、実験があるときとか、会議のときだけしか来ないので、あまり毎日説明とかここにはできるのできないから、とりあえずちょっと簡単なビデオを作ろうかなと思って、で研究室の紹介とかどんな感じになってるとかちょっと見せてあげようかなと思ったので、こちらはね、大学の廊下のところなんですけども、いつもこの廊下にもうのにあるポスターの前にちょっと説明しようかと思ってるから、このポスターで見ると思いますけど、これは流木と同石流災害、それは一つのメインなテーマの研究をやってるので、なぜその研究をやってるのは、こちらにおける災害なんですけれども、ここですね。ここは土砂滑りがあって、土砂滑りから流木、堆積物が流れていくんですけれども、それは朝倉の方の問題だったんですけど、朝倉の方は、それは海まで入って、で海に入って、でいろいろの災害とか起こしたんですよね。だからその災害、海まで行く前に何ができないかなと思って、でそのわけで陸の見てるんですね。そうすると、基本的に何をやってるのか、その砂防というとのものですね。だからそれは砂防ダムというもの、これはスリットダムのタイプですね。ここにはパイプがあって、そのパイプが流木を止めますとか、でそれは日本にはよくやってるんですけれども、今の問題が田舎の方に人がいないと止める必要がないのかなと思っている。このお金はどこから取った方がいいとか、誰が支払いした方がいいとかの問題があるので、じゃあ山が実は海までとか、その下流にあるの町にも大切と思って今その研究をやってる。だから基本的にこんな感じのフィールドの調査でデータ取ったりとか、こちらの写真に見えるんですけれども、実はUAV を使って、こんな感じのちっちゃい UAV ね、飛ばして、でそれで2次元の写真から3次元データを作って、でこちらの地形データとか、山の形とか取って、でいろいろのモデルとかなど、また、大学に戻って、でどうなのか、その山の方には滑れやすいとか滑りにくいとか、土木と近いの研究とか、日本でもよく土木でやってられる研究ですね。でこの顔で外人ですから、実はここに来る前にニュージーランドの大学は、私はフランス人なんですけど、大学はもう長年で7年間ニュージーランドで働いていて、で向こうに行った時に、よくインドネシアの方と一緒に研究してたんですね。なぜなら私の博士号のフィールド調査はインドネシアでやってたから、あそこに連携が多いので、結構今でもやってるですね。でその話してるのがもう自分の話したいだけじゃなくて、次のポスターなんか見せるのためなんですけれども、この下にあるのポスターのところですね。これはインドネシアのジャバ島のところで、こちらさっき話したの UAV のものなんですけれども、 UAV を使って3次元のデータ細かく作って、でその3次元のデータから見えるかな、こちらの断層とか、その断層の形とか、いろいろどうやって動いたとか、動くとか、その動くリスクを見てるんですね。で日本にはよくやられてる昔からだけど、インドネシアの方にはデータまだ少ないから、それはもうその感じで研究も必要ではないかなと思って、でこちらはまたモデルの説明な感じのなんですけれども、それは最近そんなにやってないんだけど、それは火山の噴火で噴水はとか、そういう飛んでるものはどこまで行くとかのモデルを使って、でまた一番危ないところとかいろいろ出すですね。で私の研究のテーマの一つの大きな問題は、実はその地球温暖化の問題で、じゃあどういう感じで現象に影響があるとかいろいろ見るんですから、前の大学のところの研究をやってて、今も続いてるんですけれども、ニュージーランド方の氷河が少なくなってきて、小さくなってきて、でだんだん氷河の下にあったの堆積物が流れていって、でこんな感じのでっかい扇状地というものができるんですね。でその扇状地が山から流れた堆積物で、数キロぐらいがあるで、こちらは2キロぐらいがあるのなんですけれども、この扇状地が1、2年間だけでできるので、
まあ、なんか一緒に堆積物の動きが速いですね。なんかさっきと同じで、まあ、こんな感じの方法を使って測量をやって、測量をやったところでその測量をした上のモデルを回して、そのモデルを回した後はなんかどこが危険とか危険性はどうやって変わるとかいろいろ見て、でその地形自体がもう時間に対してどうやって変わっていくで、今は見てるものが実はここには赤い線があるのが、そのベンチがね、氷河が下がった時にそれなんか数百年とか数千年かかっていろいろの山の形を作るんですね。その山の形によってまた自然災害が変わるのではないかと話してる。だからその氷河の戻りスピードによってまた次の動作の変動とかまた災害が変わると思ってる。でそれはいつもコースターを見せてるんですけれども、まあなんか時間があったら見に来てるんですけど、ここにそのなんていうの QR コードがあるんですね。 QR コードを使っていろいろビデオとかが見れるから、今は残念ながら見せてないんですけれども、このポスターのところはまたその氷河の問題からまた火山の熱までにどうなった感じの動作滑りとか土石流があるところを見て、でそれ山の方で見えてるんですね。でこちらは京都大学と DPRI なんていうのとあの出てこない、まあ日本人のグループと一緒にやってて、でその中もいろいろどう、それは神戸の方なんですけどね、どの感じの土石流が起きるとかいろいろ堆積物とか山に塗って土石流のタイプを見るんですね。でそれまたさっきと同じでその話するんですけれども、それでまた海外に行くチャンスもたまにあるですね。それはなんかプログラムによってとか新しい予算によるのもあるんですけれども、なんか何年か前新しいの先輩がインドネシア、私の友達のところに行って、で以上になんか楽しそうだったんですね。でそれはなんかメインのものですね。だからそれで何やるってことですね。なんかもう山に遊びに行くだけじゃなくて、実はそこは山からいろいろの堆積物のサンプルとか、ここにはコーリングの跡、あなたたちの先輩が使ったやつなんですけれども、コーリングの堆積物を使って、でその堆積物の大きさ、例えばこちらの感じのフリーを使って、で大きさを分けて、でどんな感じの大きさがあると、どのぐらいのエナジーが必要、そのものが動くために見てると、でまた土砂滑りとか動くときには、その先端力が必要ですね。でその先端力は軽機械、今ちょうど動いてるですね。だからこんな感じでこの機械の中にここにはね堆積物のサンプル入れて、で、その土の力測るみたいな感じですね。でそれをやりながら、まあいろいろここにはテストしたのだけなんですけど、ちっちゃいから土石流がこの中に流れて、上には水を入れるね、流れて、でどんな感じでここに入る。でこれは今京都大学からお金が出るからちょうどいいと思いますが、今年2年間やりますんですけれども、この部分はね、前に有名な日本人の先生いろいろな方程式作ったんですけれども、その方程式作った時に実はその実験の場合はこの下は定番の CAD データ体を使ってたんですけれども、実そのなんか土石流が流れるときに、まあ、手番の上にの流れるではなくて、下には堆積物があると水が通しやすいなので、またその固定式はちょっとなんかの変化が必要ではないかなと思って、その研究を今はやってるですね。でどうせそれをやってるのは水が少なくなるね、なんか土石流がバーッと流れるときに止まってるときに水が中に入れば、実はその土石流が町の洗浄士が下の方ですね、なんかいやあまり勾配が急のところじゃなくて、あそこが普通に家が建ってる場所で、あそこで水が通しやすいの場合は実はなんか土石流が止まりやすいですね。で通しにくいの場合はなんかもうちょっとなんか長く流れるではないかなと思います。でそれはなんかもちろ ん, なんかどう土砂滑りとか土石流の災害のために、まあ、とても大事なことですね。私の日本語はちょっとめちゃめちゃと思ってるかもしれないけど、でちょっとなんか喋るのは早いな、ごめんなさい、もうちょっとゆっくり喋ります。でさっき言った通りで、私は3年前までニュージーランドに行ってたから、私の日本語は3年間しかの経験がないので完璧な日本語はもう喋れない。
だからできるだけ勉強してるんですけれども、あなたたちから覚えようとしてるんですけれども、それまだいろいろができるとかどうできない部分もあれですね。だからこの下にはまた、こちらまた親崩れのところですけれども、これは黒いですね、この石。これは静岡県にあるの土砂滑りですね。その堆積物を見て、で堆積物の形によって水が通しにくいとか通しやすいとかを探して、でどこから土石流が発生できるとかできないを見る。まあ、この部屋はこうですね。でこちらはあなたたちが使う部屋で、今日はもちろん学生がいないから、まあ、開けなくてもいいんですけれども、まあ、パソコンとかまた食べる場所があって、まあ、あなたたちが自由使える場所ですね。で一緒に行きたくないと思ってるから、まあ、隣にいるんだけど別の部屋で、私のオフィスはここにあります。でそのオフィスの中にもいろいろ借りたい本とか読みたければのもいろいろあるんですけれども、場所的にはこちらの部屋約12、まあ、逆になるんですね。サボ研究室になってるですね。でここはうるさいんですけれども、こののれんの後ろまたいろいろの機械がある。でこちら見えてるのはこのタンブラーというのものですね。このものが回って、で土石流がどんな感じ、堆積物の進捗するとは見るものです。で2000回回す、今回今1086、まあ、うるさいはうるさいですね。でフィル調査のために、まあ、UAV は学生の部屋にもあるんですけれども、こちらは電気ダンサーのものを使ってるし、でこちらのアンテナが地中レーダーで、地中レーダーは私の専門の一つであるんですね。で地中レーダーがこんな感じのデータを作るですね。そうすると堆積物とかその土砂滑りがあった場所とかがまだないんだけど、これからあるかもしれないの内臓をいろいろ調べることができる。でそれに興味があったら、今は台湾のほうの研究プロジェクトがあると 2,3 年間があるんですよね。だからここに来たら行くチャンスがあるんだと思いますけど、まあ、そういう大きい土砂滑りの地球物理をやるの研究をやってます。うん、まあそんな感じですね。でこのビデオと他のビデオのリンクもしますから、そうするとなんかどんな感じの方法を使ってるとか、どんな感じのデータが作れるとか、まあ、ちょっとが見れることではとだと思います。でこれ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 、あそれと津波もやってるんですね。で私のメインなテーマとしては、山からとか陸から流れていく堆積物が、その後は海の方から戻るですね。でその戻るときに、まあ、津波でも戻るのもあるし、で私は津波見るところが、まあ、深いところの津波の研究じゃなくて、実は陸の方にどんな感じの影響があると、土石流と近いから、だから山の土石流と津波のからみたいな土石流、なぜ土石流というのは、それは津波がね、なんか2011年のイベントで覚えてると思うんですけれども、堆積物と混ざってで陸に動くときに、本当になんかでこの津波が土石流っぽいですから、な感じです。と今は日本語で喋ってるんですけれども、基本的に私の研究室は英語をちょっと使ってほしいですね。なんか最近とか最近研究がもうなんか全て英語に発表されている日本人もそうするんですよね。だから一番の新しい情報が欲しければもう英語を喋れないとは難しいと思いますし、で大きい会社、例えば最近のネット関係の会社とか、まあ、楽天とか、いい仕事をもらいたければとか、上のポジションに上がりたければ、それは英語を喋らなきゃいけない。なぜなら社内の言葉が英語になってるらしいですね。で今は東京丸の内のところで、私の友達が向こうで人材スカウトみたいな仕事をやったりとか、いろいろの知り合いがいるんですけれども、もう外人がめちゃめちゃ多いし、で会社の中に、日本の会社でも、まあ、なんか上のポジションに入るのも全ては英語になってるから、なぜなら外国人がいるからね。だからあなたたちもなんか仕事のためとか研究のためも英語にならないといけないんですね。でそんな感じです。基本的に内容だけじゃなくて、研究しに来ると結構一緒にいる時間が長いから、
いや、ごめんさん、嫌だなとか、もうこの顔見たくないとかと思ったら、もうあまり来ない方がいいかなと思う。なんかその人間の印象がある。例えば授業でもう嫌な先生みんなあったと思うね、私もそうですけれども、その顔見覚えると、ああ、つまらなかった、いや、なんか行きたくないとかと思ってたのもあるですね。で、それは1時間とか1時間半の授業だけ1週間。ずっと一緒になんか研究するだと辛いと思うので、まあ、なんか選ぶときに、自分と合いそうな感じの方だったらいいと思います。で、ここ、まあ、全て音のそれを言ったですね。で、切ったら、なんていうのね、日本的な感じの研究室じゃなくて、まあ、日本なんかまあよく私は知ってるのは神戸大院ですけれども、なんか友達で一緒にやってるのを東京大学の堀田さんなんですけど、彼は私と同じでとか、私彼と同じかもしれないんですけれども、なんか研究がメインと思ってるから自由を与えるですね。なんかだからそれ自分でいろいろ考えてやるのは必要と思ってるんですけれども、まあ怠けるだと、まあ完全にやり直しになると、まあ、何年間かかるかもしれないし、で私にとってなんか研究、私ものとかこととか考えた方が始まるために、まあ、先生の言った通りだけでやると思うのがもったいないですね。私が考えていることが限られているから、新しいアイデアが出せる方があなたたちなので、まあ、なんかある程度勉強した上でいろいろ自分のアイデアとかいろいろやって自分でやってほしいですから、ずっとあなたたちの後ろでこうしなさいとこうしなさいこう書きなさいとかあんまりやりたくないとやらないんですね。でギリギリまでもうやばいになることまでにもう口とかはあまり出さないですね。で代わりにあなたたちは責任持ってやらないともう全然何もならないですね。で4年生の卒論は特にそうで、1年間しかないから私も何も言わない。あなたたちはどこまで自分でできるとかいろいろ見るんですけれども、一番後悔するのは、あ、じゃあ怠けてもいいだと思う方がいて、その怠けた後は他の学生と比べると他の研究結果と比べるとデータが少ないとかもうできなかったとかいろいろは気づくですね。でそれは他の研究室とか先生からいろいろもらえるのは知ってるんですけれども、それはやりたくないですね。あなたたち自分で何ができるとかも気づければいいと思います。でどのぐらいの仕事をしたらどのぐらいの研究ができるとか、で代わりにすごく面白いことをやりたいとかこうやりたいという方がもういるかもしれないから、その時に、まあ、ちょっとサポートして、であなたたちも自由その自由を与える。でそれを考えるのは、まあ、その理由が今までずっと先生の言う通りだけを聞けばもういい点数もらえるんですけれども、研究になるとか社会人になるとか自分で考えないといけないんですね。もうずっと後ろに先生がいるわけないから、まあ、それも練習としてやらせてるってことですね。合ってる日本語かな。まあとりあえずはこんな感じです。で心配しない、とりあえずフランス語喋らないから、みんなの前にでそのいたずらはあまりせずに英語と日本語だけで喋ったらそれで十分と、なんか自由と責任持っている方だったらぜひ来てください。でそれを言ったところで、もちろ ん, なんかそのサボとか堆積物とか動車滑りと動石流に興味を持っている方だけが来たらもうとても嬉しい。まあだけじゃないんですね。あ、津波もやってるんですけど、まあそのテーマに関わるのがに興味があったら、まあ来てください。それだけです。まあ髪の毛がボーボーと T シャツなんですけれども、それはいつものことだから、もうあまり特別にシャツとか着ようとかじゃなくて、もう慣れた方がいい。私のスタイルはそんな感じです。あなたたちももう形より頭の中に何があるのはもう一番大切かなと思っているのでよろしくお願いします。で今回はなんかもう話ができないから直接に、だからそれをビデオも見て、でどうしてももう一回とか会いたいとか話したければ、まあ、それなんかもうコロナウイルスがもうちょっと収まったらその時にまたお会いしましょう。はい、さようなら。